おはようございます。榎本孝之です。今日はですね、香味油を変えるとラーメンがガラッと変わるというお話をしたいと思います。JREA では、動画なんかでもね、出してると思いますけども、ラーメンっていうのは、スープ、タレと、油と麺、トッピング、この5つの、パーツで出来上がってますよね。でその中で、上に浮かべるこう香味油を、動物系にするか植物系にするかっていうのももちろんですし、その油に対してどんな香りをつけるのかっていうことで、すごくこうラーメンの印象がもう大きく変わりますね。で煮干しの油だったりとかニンニクの油だったりとか、それを変えることで、ラーメンっていうのはすごく、バラエティ豊かになって、油を変えるだけで違うラーメンになるぐらい、影響力があるので、ぜひ試していただきたいというふうに思います。それでは今日も一日よろしくお願いいたします。